にちは。今日は何件か用事が終わった後に初めて美容室に行ってこようと思います。昨日の夜にネットの方から美容室を予約しまして、今日の夕方にですね予約を取りました。海外で美容室に行くのは初めてなので、ちゃんとうまく意思を伝えられるかっていうのと、どういう風なカットになるかが不安なんですけど、行ってきます。今日はアイラインの引き方を少し失敗してしまったので、いつもと違うのと寝不足なので少しクマができてます。美容室から帰ってきました。こんな感じに仕上がっております。髪を切り始めて気づいたんですけど、私ビフォーの全体の写真を撮るのを忘れていて、比べようがないんですけど、割と短めになりました。3センチぐらいのつもりで伝えたんですけど、切ってるうちにだんだん短くなってきて、多分レイヤーカットにしてって言ったからこう短くなってったと思うんですけど、こんな感じで仕上がっております。前はレイヤーカットにしてもらったんで短いんですけど、後ろはその3センチ切った分で整えてくれました。前髪は丸いブラシで最後ブローをかけたんで、ちょっと真ん中が浮き上がってるんですけど、多分自分でブローをしたらここがまっすぐになると思うんで、ここ前髪はストレート目で切ってもらいました。まず美容室入って早めに着いたんで少し待ってたんですけど、すぐ案内してくれて、でどういう風に切りたいのか聞いてくれて、まあ3センチぐらい切ってもらうように言って、でストレートのままかレイヤーカットどっちがいいかっていう風に聞かれたので、レイヤーカットでお願いしてみました。でカウンセリングが終わった後にシャワー台の方に移動して、まず髪を洗ってもらいました。シャンプー台なんですけど、やっぱり首が結構しんどくって、シャンプー台はフルフラットじゃなくて頭を支える台もないので、首が宙に浮いた状態でちょっときつかったですね。シャンプーリンスが終わった後にカットの席の方に移動して、で髪が濡れた状態でカットをしてもらいました。カットの技術的にはすごく良かったなと思ってて、ちゃんと長さも見てくれましたし、あとはいろんな方向から髪を切っていくと思うんですけど、後ろの方を引っ張って髪を整えたり、横引っ張って髪を整えたり、てっぺんをですねこう引っ張って髪を整えたり、いろんな方向からカットをしてくれました。でその後にブローをして、髪が重いっていう風に最初伝えてたので、髪が乾いた状態でスキバサミで少しすいてもらいました。で、まあスキバサミを入れたので、もしかしたら今後広がってくるかもしれないんですけど、まあおそらく宿毛矯正を日本でかけてきてるのでさほど広がらないかなとは思ってます。
結構ぐさぐさなカットになったらどうしようとか、英語が伝えられなかったらどうしようとか、シャンプーつらかったらどうしようとか、いろいろ考えて行ったんですけど、今日行ってみて様子が分かってよかったです。シャンプーは思ってた通り首が疲れましたけど、日本人の美容室は今回は行かずに、現地の人が選ぶような美容室を選んでいきました。で、値段なんですけど、今日は45ポンドで切ってもらいました。探そうと思えば、女性のレディースのヘアカットでシャンプーとヘアカットとブローがついて、だいたい安くて30ポンドぐらいで探すことができるんですけど、今日は45ポンドの値段でシャンプーとヘアカットとブローをしてもらいました。45ポンドなので日本円に換算すると約7000円ぐらいです。日系の美容室に行こうと思うと価格が50ポンドからというお店が多いと思うので、だいたい現地の方が使うような美容室だと30ポンドぐらいから探せると思います。で、私は今回アプリを使って予約しまして、トリートウェルっていうアプリを使って美容室を予約しました。日本でいうとこのホットペッパービューティーに近いもので、エリアから美容室を探せたり、やりたいメニューによって行きたい美容室を選べたりします。電話予約は結構勇気がいるので、アプリで予約して行けるっていうのは結構便利でいいですよね。という感じで、まあ、45ポンドはそんなに安くはないと思うんですけど、今日は行きたい方向を絞って美容室を選んだんですけど、まあ、たまたまその美容室が45ポンドっていうお値段でした。あと美容室のチップについてなんですけど、美容室はイギリスはチップがすでに含まれているみたいで払わなくて大丈夫です。前の人が2組いたんですけど、2組ともチップは払っていませんでした。なのでチップはお会計に含まれているようです。次回の動画はですね、今日買ってきた日用品をご紹介しようと思います。